ボウホート家のエアレイ。ハンプトンコート宮殿。エアレイはエチオピアに生息すると言われたヨーロッパの伝説に登場するオス牛に似た想像上の生き物である。エアリー、ジャルとも呼ばれ、フランス語ではセンティコアと呼ばれる。イノシシの牙とどの角度にも向きを変えられる日本の非常に長い角を持っている。エアレイの名前の由来はヘブライ語のヤエルから来ていると言われる。 他にも自由に動かせる角から、ギリシア語のエアレンから来たとも言われる。ジャルは最初の J が中世の I の形で読まれ、ドイツ語の Y のように発音されたことから来ていると言われる。水牛。エアレンは様々な姿で描かれるが、主な形態は黒あるいは高褐色のアンテロープ、またはヤギのような体で、大きさは馬あるいはカバぐらい。多彩色の反転を持ち、 イノシシあるいはゾウの音大きな牙を持つ。そしてどの角度にも自由に動かせる日本の非常に長い角を持っている。戦いの時は片方の角を前に伸ばして戦い、もう片方の角は後ろに向けておくという。それで戦っている方の角が傷つくと、もう片方の角と入れ替えるという。中世ヨーロッパの動物群遺体によるとバジリスクはエアレイの敵で、 眠っているエアレイを見つけると目を刺し、張り裂けるまで膨らませるという。エアレイの形態は、インドの水牛から来ていると言われる。インドの水牛は、怯えると角を変わる変わる前に動かすことができると、されていたからである。エアレイについて、最初に述べているのは、ローマの博物学者、政治家のプリニュースであった。彼の著作、博物史、第八巻第三十章第七十三節には、 次のように記されている。エチオピアには、エアレイと呼ばれる野獣がいると聞く。それは、カバぐらいの大きさで、象の尾を持ち、毛色は黒あるいは、高褐色である。さらにイノシシの顎を持ち、1キュビット以上の長さの動かすことのできる角を持ち、戦いの時に交互に使うことができ、必要に応じてまっすぐにしたり、斜めにしたりして、向きを変えられる。プリニウス、博物史、 第8巻第30章第73節、プリニュースのこの記述はヌーを連想させるが、彼はこの後の、第32章第77節の中で、カトブレパスという動物を紹介している。ローマの著述家、文法家のガイウス・ユリウス・ソリヌスが、地上の珍奇な事物や事柄を記述した著作、キーなる事物の修正第52章第35節にも、エアレイについて書かれている。 エアレイは象の尾を持ち、毛色は黒く、イノシシの顎を持ち、その他は馬のようである。1キュビット以上の長さの角を持ち、その角は意のままに回すことができる。というのもその角は固定されていないが、意のままに動かせるので、戦う時に回して使う。戦う際には一方の角を突き出して戦い、もう一方の角は折りたたんでいる。 そのため、一方の角の先端が傷つくと、もう一方の角と交代する。エアレイはカバに似ており、実際、川の水を浴びることを好む。ソリーヌス、キーなる事物の修正代後、ケンブリッジのセントジョンズカレッジの入り口の上には、ヘンリー七世の母、マーガレット・ボーフォートの紋章が刻まれており、二頭のエアレイがサポーターに用いられている。エアレイは、 ヨーロッパ中世の紋章獣として用いられた。紋章学において、エアレイは、イノシシの牙、2本の長い角、ライオンあるいはヤギの尾を持つ、馬よりはむしろアンテロープに似た動物で描かれた。時には、ヤギの尾を持つ、ズングリした動物で描かれる。ウィンザーの、成城地図協会の屋根のエアレイは、ライオンの後足を持っている。エアレイを最初に紋章に用いたのは、 ヘンリー4世の産卵、ベッドフォード工場オブランカスターである。エアレイは、彼の紋章のサポーターの一つに用いられ、イングランド王室の動物の一つになった。それは、非常に長く、細い角を持つキャシャで美しい動物として描かれた。その後、ボホート家の人々が、エアレイをサポーターに用いたが、外見は重苦しいヤギのような姿となり、角はまっすぐではなく、曲がった。 ノコギリ状のものになった。ケンブリッジのクライスツカレッジとセントジョンズカレッジの入り口の上にはヘンリー7世紀の母、マーガレット・ボーフォートの紋章が刻まれており、2頭のエアレイがサポーターに用いられている。ありがとうございます。